こんにちは。スイスからイタリアに入りました。本日は8月の29日、国境の町、ここはティラノです。さっきまでスイスからずっと直通してくるベルニナ線に乗ってここまで来たわけですが、ここからはイタリア国鉄線と言えばいいのかな。会社名が、ね、イタリア国鉄らしいんですけど、別に国有鉄道ではありません。そういう鉄道会社というふうに考えればどうもいいそうです。フレッチャロッサっていうのかな、間違えてるかもしれません、ごめんなさいね。で、あ、違う、トレッタニアかな、確かそうだったような気がしますけど、あのこの手元にありますのはね、これはあのなんだ、そこで買ったなんかパンとそれからカップケーキ、あのね、この街にも美味しいイタリアンの店みたいなのあるわけです。ちょっとなんか食べたいなと思うんですけど、今日もね、今回もまたこんな貧相な食事、貧相なっていうか別に貧相な食事とは思わないけど、あの作った人に悪いしね、でもなんていうの、こう簡素な食事っていう言い方がいいかな。ちゃんとしたレストランに入ってね、またじゃあイタリアンなんとかと食べたいんですけど、鉄道マニアがね、予定を組みますと、もう現地でなんかゆっくり食事をしたり休憩したりという時間はあまり考慮されないんですね。昨日コペンハーゲンからですね、列車に乗りまして、コペンハーゲンから、ハンブルク行って30分の乗り継ぎ、そこからチューリヒまで行って、夜行列車でチューリヒまで行って30分の乗り継ぎで、途中のところでですね、2時間途中下車をして、大急ぎで、列車の写真撮影などをしてきて、またそこから列車乗り継ぎで、山の上の何もないようなところで、いい景色だなということで40分、そしてまた列車乗り継ぎ、そういうわけで来たわけですね。だからもう途中でね、なんかゆっくり落ち着いてご飯を食べるようなところなんか何もないから、駅の周辺で何か調達するということしかできないわけですけど、日本みたいに駅弁文化がありませんので、よく考えたら私も駅弁ばっかり食べてましたね。駅で休憩する時間ないからね、その代わりにこれです、買ってきたものがまたパンの類ばっかりで、もう飽きてるんですけどね、なんとかならないのかと思うんですが、そういう予定を組んでしまった自分が悪いわけです。明日はですね、まあ、今からあのミラノに向かうんですが、ミラノに行ったらね、あのミラノフードリアでも食べようかな、まあ、存在するのか分かんない、あれがあるのか分かんないですけど、明日はあの1時ぐらいまでミラノにいられますから、なんか美味しいイタリア料理でも久しぶりに食べたいなと思います。本当にね、さっきも別の動画でも多分言ったと思うんですけどね、あの A さんと一緒にいるときはまだ余裕を持った工程を組んでましたから、街でしっかりしばらく滞在するときにね、あの美味しいちょっと高級めのレストランとかいっぱい行きまくってるじゃないですか。最近はどうもね、全然そんなことはないんですね。たまにああいうもの食べたい、食べる余裕もあるんだけど、時間が全くないということですね。まあ、あとあの時間があるようなところでもね、コペンハーゲンとかでもあの行こうと思えば行けたんですけど、それよりも撮影したいものがあるということで仕事ばっかりしてるんですね。まあいいことですけれど、まだ仕事で来てるわけですからね、一応ね、あのお金にならないことはやらない、そういうことはね、あのつまらないことは言わないで、あのミラノを楽しみにしたいと思います。今から向かいますのがミラノです。ただしイタリアの鉄道は基本的に撮影禁止となっておりまして、だからもうこの動画これで終わりかと、そうではないんですね。あの前にもイタリアの様子は皆さんにお届けしているはずですが、撮影いいですかと聞いたらば、何当たり前のこと聞いてんの、いいに決まってんじゃんみたいなことですね、あのみんなに言われたし、あの同乗のお客さんに言われたし、車掌さんもイエスオフコースとそういうふうにおっしゃってましたんで、どうも実際のところは、まあ、撮影は OK ということになっているそうです。ここまでのところも一応車掌さんに撮っていいですかって聞いたんだけど、まあいいですよみたいなね、当たり前、どうぞどうぞいっぱいみたいなこと言われましたんで、通常通り撮影しております。私ヨーロッパでね、一番興味があったのはスペインなんですね。あのサグラダ・ファミリアとか行ってね、こんな本当は作ろうと思えば全部完成させられるんだろうとか、いつまで完成させないんだよとか、ね、そういうことちょっと言ってみたかったけど、あれでもあれ教会だからそういうこと言っちゃいけないのかな、やっぱね、ちょっとごめんなさい、今のはあのやっぱサグラダファミリアに行っても行かない、言わないことにしようとか、あとはバレンシアに行ってバレンシアオレンジなんて食べてみたいなと思ったんです。あとポルトガルに行ってね、せっかくユーラシアずっとね、極東のウラジオストクから来てるわけですから、リスボンポルトでしたっけ、あの一番西のところまでね行こうかなとか、大西洋見ようか、いろいろ考えたんですけど、ちょっとね、あのスペインの鉄道撮影がどうも禁止らしいのでやめたんですね。でイタリアもそう思ってたんですが、撮影できるんでスペインもいいのかもしれませんが、今回はスペイン、ポルトガルには行きません。興味あったんですけどね、残念ですけど、また何かの機会にまたユーラシア大陸を横断することもあるかもしれませんしね、あのバム鉄道とか、それからあのウランバートル経由のあの北京からの列車乗るか、まあ、いつかそのそういうこともやるでしょうから、またその時をお楽しみに、その時にユーラシア大陸を横断することにしますよ。今回は一応ね、初めての海外旅行ですから、あまりめちゃくちゃしないで、これからですね、もう先の予定を言ってしまいますと、あと行きますのはイタリア、フランス、それから、ベルギーと、イギリスにもう一度行って、それからアメリカ、それで、日本に帰る、そのような予定になっております。まだまだ長いですよ、日本に帰るとか言ってますけどね、そう簡単には帰りませんからね、その点はお楽しみに。この動画が公開されているということは、今回も撮影許可が下りたということですから、そういう風にご了承ください。よろしくお願いします。この街はですね、イメージで言いますと
立山駅かな、あの分かりますかね、富山地方鉄道の目的地の立山というところからまたケーブルカーに乗り換えとなるんですが、まあ、そんな感じですね。山の上の方を目指す人たちと、それから普通に鉄道でやってきた人たちとの乗り換えのターミナルの街みたいな、まあ、大体そんな感じです。でも私は山から下ってきましたから、今から富山に向かう、まあ、そういう感覚でいいかなと思います。今回は富山ではなくミラノに向かう、そういう風なイメージです。なんだあの箇所の落書き、あれね SNCF って書いたのかと思いました。違った SN なんちゃらかんちゃらかんちゃらかんちゃら、あんま上手くない落書きのような気がしますけど、なんだ私だったらね、ああいうところにもしですよ、もし落書きするとしたら、まあ、JR とかね TGV とかユーロスターとかそういう落書きをするんですけど、ね、そういうセンスのある落書きは今まで一度も見たことがありません。まあ別にあのセンスのいい落書きなんてねしてくれなくて結構なわけですけど、落書きなんか必要な、あれは二軸箇所か、そうですね、これ端っことそれから端っこに軸が1個ずつ、二軸車ってあれ日本で今二軸貨車ってあるんですかね。調べてみましたけどやっぱり二軸貨車なんて存在しないわ今日本にね。ワマハチが全廃になった時点でおしまいですよ。そりゃそうだよね、あれ有害者だから、ワマ8万みたいなやつですよね。だからまあ確かにそのまんまか、なんで有害者って海外で扱ってるんでしょう。やっぱトラック輸送みたいなのがまだそんなに主流じゃないのかな。日本よりもね大陸で結構あちこちまで運べるし、土地が広いからああいう風な作りでもやっていけるのかもしれません。ちなみに通常の貨車はこのような形をしておりまして、通常の貨車というか車両はねこのように2つ軸が連なったボギー台車というもの、これを両側に2つ履いております。でもこっちは車輪がね分かりますか、1つしかないわけですね。これは随分昔のタイプです。遅れてるっていうのは予告してましたけどね、列車が到着もしてないのにティラノですって駅名を今連呼してましてね、何わけのわかんないことやってんだと思ったもんです。あ、E653 のフレッシュ日立にそっくりですよね。フレッシュ日立だな。落書きが多く治安の悪いイタリアを象徴するような形です。なんか面白い落書きがあったっつったら悪いのかもしれないけど、 Wi-Fi って書いてあったのは多分 Wi-Fi ないんだけど Wi-Fi があるよみたいなこと勝手に書いてあるんでしょうね。あ、結構長い編成、2階建てですが、あ、グリーンもついてるらしいね。治安の悪いイタリア、そこでグリーンに乗ってたら強盗に遭うかもしれないとか思わなくもないですけど、まあ大丈夫でしょう。車両自体はかなり完成度が高そうですね。これ低いプラットフォームにも対応してちゃんとああいう風に出てくるし、まあそれは別にこの車両に限ったことではないですが、2階建て設計ではないのか、これただでかいだけか、ホームが低いから2階建てに見えたっていう感じですかね。これ一等車らしいんですよ。ファーストクラス、プライマークラスって書いてあるけどね、一等車らしいんですけど、一体どの辺がグリーン車なのかよくわからないと、まあ、グリーン車と一等車ってのはもう考えが根本から違うんだなってことがねよくわかりましたよ。向こう見てください、向こうは二等車なわけですが、向こうもですね、あの横に、うん、あれはやっぱ2列掛けですよね。2プラス2ですから座席の横の幅は変わらないわけでして、こっちも2プラス2ね。何が違うかって言ったら、こっちの1等には誰も乗ってないけど2等の方にはまあまあ人が乗っていると、それだけの違いですよね。だからね、もう分かったんですよ、あの今もちょっと言いましたけど、つまり1等車と2等車の違いっていうのは別に座席をなんかすごくグレードを上げるとかそういうものではないんですよね。昨日デンマークの例でもそうでしたけど、そうじゃなくてただあの1等車の料金を払うか2等車の料金を払うか、まあ運賃かな、1等運賃を払うか2等運賃を払うかの違いでしかない。だから座席自体は変わらないんで、空いてたら1等車でもいいわけですよ。結局1等車っていうのはだから一等車に乗りたいというか、一等車に乗れるような人用 あのお金いっぱい払う人はそういうところに別に区分します、そういう仕掛けでしかないということなんですね。地元の人たちでラフな格好しててね、およそ一等車に乗るとは思えないような格好をしてる人、いや別にそのお金のあるなしじゃなくて、一等車に乗るほどそういう距離を必要としているようには見えない人がたくさん、まあたくさんではない、何人か今乗ってきてるんですけど、これ見た目変わんないから間違いますよね。ここまで何も変わらないとね、まあ、座席の前後の間隔は確かに大幅に広くはなってるから、これ確かに広いな。でもまあそんぐらいいい勉強になりますね。慌ててる、まあ、まだ出発するわけじゃないんですけどね、ボタンを押せば開くんだけど、でも一等は一応ちょっと
とちょっと気持ちいいハイデッカーになってるのかな。二等はハイデッカーっていうかローデッカーというべきでしょうかね。そっちの方がむしろいいかもしれないな。笛が鳴ってます。10分遅れるとか言ってる割にはですね、これディレイ10って書いてありますね。10ミニッツなんですけど、これちょっと進んでるんですが、時計が進んじゃってるだけで、これちょうど時間通りに発車してるんですよね。何がディレイだと思うんですけど、多分到着が10分遅れるっていうことなんでしょうね。あまり当てにならないなこれ。おー、いい VF の音だ。あ、時間通りティラノの駅を出発しました。やっぱそうか、床下にモーター積んでるからこの部分がちょっと床が高くなってんだ。おーおーおお、急停車した。あ、非常ブレーキだ。おーっと、非常ブレーキ最後まで抜かずにぐーっと止めるのは同じなんですね。多分ディレイって言ったのに出発したから誰か乗り遅れた人がいたんでしょうね。ドアが開くんじゃないかな。ちょっと待って再発車しました。このティラノまでの道のりはかなりのローカル線って感じですね。あっちもスイス国鉄じゃなくて、あれはあのまた別のスイスの私鉄、まあ、ローカル線みたいなもんですよね。400キロぐらいあって長いんですけど、でもお、なんだあれ言いましたかね。すごい勢いで機関車がなんか貨車を改装してましたけど、あのここと、それからつまりスイスの鉄道、今見て分かったと思うんですけど、線路つながってないんですよね。そもそも線路の幅がこっちは標準器ですが、向こうは狭器だったりするので、もう全然違うんですね。だからもう私鉄とそれから国鉄の連絡駅みたいな感じで、全然鉄道としてはつながってないので、まあつまり JR の終点みたいな感じじゃないですか。ローカル線なんだろうなと思います。モーターは新しそうな音立てるな。性能のいい新性能電車っていう感じ、まあ、新性能電車ってのは結構古い電車でも新性能電車と呼んだりするんで、ちょっと定義が曖昧っていうかね、定義が違うんですけど、軽やかに走っているから車両の性能はいいんだろうけど、それにしては線路の性能といいますかね、線路側が高速の走行に追いついていないという感じがしますね。あ、床下から聞こえてくる音が日本のローカル線を走っているような列車の音で、大変懐かしいものです。こういうようなところで自動車と掛け比べしたりするのもね、おなんか露天でリンゴでしたね。実に日本でよく見るような光景。山がすぐ近くまでそびえておりますが、ただ山の大きさは日本よりも随分と上なようです。あとやっぱり自動車が右側通行ってのが未だに見ていて慣れないな。車のディーラーなんかがいっぱいあったりしてね、典型的な日本の地方と同じような路線ですね。やっぱ地方ってのはどうもこんな感じなんですね。でもティラノの駅は結構観光地へのアクセスということで、こじゃれた感じになってはいましたけど、一応インターレギオトレインって言って、インターレギオってのは急行とか準急、都市間連絡、まあ地方連絡に供するような列車なので、途中駅は通過するんだろうと思うんですけど、この辺では各駅停車でやっております。ミラノまでの距離はおよそ100キロです。走ってたらね、止まってしまいました。なんかイタリア語で言ってるんですけど、イタリア語ですから全くわからないわけですね。こういう時って大体英語は言ってくれないんですよね。あ、でも動いたからいいんだ。まあ、なんかあったってわけじゃなかったのかな。窓の外の景色もそれほどはっきり言って面白くはなく、日本的な感じです。ローカル線ってのは面白いだから面白いんですけれど、面白いローカル線は有名になりますからね。面白くなければ、まあ、有名にもならない。まあそんな感じかな。やっぱさっき乗ってた地元の人っぽい人は外へ行ってましたね。行ってましたって、つまりここ一等車ですよって言われて二等の方に移動してました。そりゃそうですよね。間違えるわ、こんな分かんないもんね。だってこれグリーン車だって言われてもグリーン車には見えないですよね。まあ、だからつまりグリーン車とのヨーロッパの二等車一等車の違い、それをねそのまま一緒にしてはいけないっていうことなんでしょうけどね。ユーロスターの一等とかもそんな変わんなかったですからね。だからどっちかっていうと、そのやっぱ広いっていうんじゃなくてただ空いてる、それが一等のいいとこかな。座席の良し悪しよりもね、人がいないことの方がよほど重要であるように思いますので、むしろこれはいいサービスのようにも思います。
ピアンスタイルなんですね、これがね。ヨーロッパの人ってみんな靴も脱がないで、日本に来てもそれやってる人いますけどね、靴脱がないでこうやって足を乗っけてる人が多いですけど、まあ靴脱いどきゃいいかなと。一等車でやるのってなんかちょっと良くないかな、雰囲気悪くしますからね。でもこの車両の一等に誰も乗ってくることはないと思うんですよね。多分乗ってこないでしょこの一等車ね。だって2等だってガラガラなのにわざわざ1等の切符買って乗ります？私はね、結局グリーン車乗り放題の切符持ってるから乗ってるわけですけど、私だって普通車で十分だと思いますもんね。これは本当にそうだよ。ここまで普通車と変わらないっていうのはすごいな。まあさっきからもう同じ話の繰り返しになっちゃいますけど、乗ってくることはないと思うから、まあ雰囲気を悪くすることもないでしょう。別にこれはもうヨーロッパでは当然のごとく認められた行為のようでね、ボックスが開くなり多くの人がこのようにして座ってくつろいでいるのを見かけます。電車はこれだけで他は基本客車みたいですね。これかなり新型なんだな。向こうの一等車はどうなってるかな。なんか快適そうだな、二等車も誰も乗ってないしね。なんでこんな長編成なんでしょう。今東北本線の50系客車が701系に置き換えられるみたいな、この辺りの路線はそういう時期に来てるんですかね。この列車だけですよ、新型の電車は。もう他のすれ違う列車はみんな客車列車です。一等車はないか。客車もそんな新しくなさそうだったけどね。でもイタリアってすごい古い電車を使い続けるイメージあるんですよね。ゼロ系新幹線みたいなやつ、なんて言うんでしたっけ、ありましたよね。私あれ乗ってみたかったんですけど、私がヨーロッパに来る時にもう今ないんですよね。ゼロ系の形をしたイタリアの新幹線があるんですよ。知ってます？ありました。これね、 ETR450 ってやつ、ゼロ系に似てますね。これ結構新しくて、ゼロ系は1964年ですけど、これ確か80年代の後半ぐらいにできたやつなんで、何年か前までにあったんですよね、これイタリアに。いや、乗ってみたかった、これは乗ってみたかったな。か座席も新幹線とかにかなり似てたらしくてね、結構良かったなんて聞くんですけど。いやー、2015年まで走ってたみたいですよ。ちなみに今のやつの出典はこれね、ウィキペディア のトップの写真から撮りました。もう急に線路が改善されたみたいで圧倒的に速くなりました。自動車とはもう比べ物にならないスピードです。多分さっきまでのところは本当に末端のローカル区間だったんでしょうね。壁線のなんですか、この壁線の、壁から三段橋までの間とかね、多分そういう感じなんじゃないのかなと思うんですけど、ちょっと分かりませんけど。あとはあれか、宗谷本線の名寄北とかそういうイメージかと思います。急に速くなって120、130どころじゃないな、もっと出てるでしょうね。これはさっき駅を通過しましたんでね、いよいよ急行運転が始まった、そんな感じです。よく見たらあれなんだな、なんだこれと思って見てたんですけど、落書きされたのを消したんですね。いや、ありがとうございます、消してくれて。でもやっぱあれなんですね、窓についたところはさすがに消してくれるんですね。じゃないとちょっと景色も楽しめないしね。まだ車体にかかってるだけだったら何も気にならないんだけど、窓だとずっとね、なんだ落書きされてるよっていうのを思いながら乗らなきゃいけないことになっちゃいますんで、ちょっと気分が良くないですから。さて、もう時間が遅くなってきたな。ミラノは治安はなんか最近良くなってきたとか聞いたんですけど、あとまだ1時間40分ありまして、もう着く頃には完全に真っ暗ですね。ミラノ中央駅、無事に通り抜けたいところです。イタリアってやっぱり半島ですから海のイメージが大変強いですけど、スイスの国境付近のこの辺とかね、オーストリアの国境とか山が大変綺麗なところなんですね。これはね、イタリアの思っていたところとは違う方向で良さを発見することができました。視聴者の方からね、ちょうどたった今コメントをいただきまして、いつもね、この登場車両一覧を教えてくださる方がいて本当にありがたいんですけど、その前に、今日出したこの動画でなんですが、どれだっけな、これか、26分9秒に出てる電車、ちょっと行き過ぎちゃった。そろそろこのシーンの次だと思うんですけど、通過する列車見てください。これね、多分今の8両編成だったのかなと思うんですけど、私の乗ってる車両と同じなんじゃないですかね。これヨーロッパあっちこっちで走ってる汎用型の電車らしくてね、こういうやつがたくさんあるんだそうです。だからこれ本当にヨーロッパの701系って感じですよね。動力分散方式電車ですが、やっぱあれなのかな、ヨーロッパ中でも動力集中方式、つまり機関車によって牽引をされるような、そういう列車よりは
自分で走る電車の方が好ましいという風な流れになってきたんでしょうか。あ、今向こうにいたのも電車だったな。よし、この動画のタイトルはヨーロッパの701系と名付けましょう。忘れてなければね。実際701系みたいな感じなんですよね。これローカル区間を走ってて椅子が硬いからね、だんだん疲れてくるんですよ。しかも結構走行距離が長いという、あ、こう完全に701系じゃないからね。まず機関車牽引列車を置き換えているという時点でそうだと思います。買いました。さっきのサンドイッチも温まってきましたからね。こんなんばっか食べててね、もうちょっとなんか野菜サラダとかも食べたいんですけど、なかなかね、まあ、明日ミラノ、それからボローニャ、そしてローマと、予定の余裕のある日程が続きます。というよりも、まあ、昨日、一昨日から今日までの日程がハードすぎただけで、僕から好きはね、そこまでハードでもないんですけどね。あとはイギリス国内はちょっとハードかもしれません。一等車もそうですけどね、全部コンセント付き、これは本当にさすがだなと思います。二等車もそうですからね、混雑具合見ます。もう乗って1時間以上経ってますけど全然ですからね。ちなみにここ風にね、今の時刻、時計とかね、そんなものまで出してくれています。これはなんだ、乗り換え案内かな。多分そうでしょうね。ミラノ近郊にも入ってきましてね、どんどん先から駅をバンバン飛ばしております。まるで新快速のようですと言いたいところなんですけど、ちょうどここで減速をしてきたみたい。あんな駅をかっこよく通過するようなシーンを映そうと思ったんですけどね、なかなか速かったですよ。130キロぐらい出てたんじゃないかな。やっぱミラノ近郊は通勤路線なんですね。田舎の方からミラノへ行く人はいないと思うんですけど、ミラノから、まあ、田舎というか郊外かな、郊外方面に向かう列車はまあまあの混雑を見せています。この列車もうちょっとうまく作ればお客さんもっといっぱい運べると思うんですけどね。なんでこんな変な段々違いの構造にして2階建てにした方がいいんじゃないって思うんですけど、まあ余計なお世話ってやつかな。特に案内はなかったですけど、ここがミラノサンドの本場、またミラノ風ドリアの本場でもあるはずです。イタリアの大都市ミラノに到着。ミラノは何番目の街になるんですかね。多分ローマ、次がミラノですよね、じゃないですか。多分ローマ、ミラノ、3番目はどこになるんでしょう。ベネチアはそんなに大きい街ではないと思いますけどね。いや、暑いですね。しかもこれ見れば見るほどフレッシュ日立ですよ。ミラノに到着です。もう時刻は9時半回ってますんでね、早く行かないとな。あんまり夜のこの街をうろうろしたくない。イタリアって治安の、申し訳ないけど治安関連でいいイメージ全くないんですよね。